皆さんこんにちは、やすこです。今日は4月29日木曜日、祝日でしたね。愛知県では雨が降っておりました。今日は金末に、久しぶりに備蓄のローリングストックの買い出しがてら、行ってきました。店内の様子なんですけれども、品薄が目立ちましたね。棚によってはごっそりないっていうところも、ちょこちょこありました。で、まあ、何が少なかったかと言いますと、まあ、目立ったのは、油、パスタ、粉物の一部とか、あと缶詰とかも少なかったように思います。野菜とか、肉、魚とかそういったところ、パンとかも充実してあったとは思うんですけど、納豆の売り場とかでもちょっとごそっとないっていうものもありましたね。では順番に紹介していきたいと思います。今日買ったもので、冷蔵の商品とかはもうしまってしまったので、備蓄品の今日買ったものを紹介したいと思います。だいたい今買うものは決まってきてはいるんですけれども、一番目的で買い物に行ったのはお茶ですね。お茶が1日中いっぱい飲んでるので、お茶が欲しくて、今日はメインで買いに行きました。玄米茶と、緑茶をちょっと多めに買いましたね。金末の自社ブランドの緑茶なんですけど、こちらは277円なので、価格は今までと一緒ですね。玄米茶も一緒でした。297円このお得用の玄米茶ですね。いつも飲んでるお茶です。何でも使える総味のつゆなんですけど、まあ、大体冷蔵庫にいつもこの総味のつゆがあるんですが、もう使い切ってしまったので、また新しいものを購入しました。こちらの総味のつゆは647円でした。こちらのポン酢もいつも家に何本かストックがあるんですけど、こちら97円でした。我が家ではよくお寿司パーティーをするので、こちらの寿司酢、こちらの寿司酢ですね、買い出しました。157円でした。こちらのウスターソース157円でした。賞味期限を言うの忘れてましたね。23年の3月10日となっております。あと最近よく切り干し大根をサラダにして食べることがよくありますので、こちらも買い足しました。97円です。たくさん入っています。 60g。 賞味期限は2022年の1月となっております。こちらはおにぎりとかを作るときによく使う美味しいソフトタイプのふりかけですね。こちら97円でした。70グラム入ってます。賞味期限は21年10月となっております。こちら、金末の自社ブランドの片栗粉250グラム。こちらは77円でした。賞味期限は2022年の3月となっております。あと韓国海苔お得用っていうので、12パック、297円となっております。あとお寿司パーティーに欠かせない海苔ですね。お得用っていうかお安い焼き海苔です。197円で買いました。7枚入ってますね。長いの海苔。賞味期限は21年12月となっております。ストレートタイプのそうめんのつゆ、山盛りのそうめんつゆ137円でした。 500ml 入っていて、賞味期限は22年の2月となっております。とツナ缶ですね、3個入りのもので、こちらは油漬け、こちらはオイル不使用となっております。両方とも芳香さんのもので、195円でしたね。どちらもこだわりはないんですけど、よくサラダとかに使うので1個ずつ買いました。あとこちらも、サラダとかに使うトウモロコシの缶詰、ちっちゃいのが4個入っているもので、188円で4個入っているので、すごい、お買い得だし使い切れる量なのでよく使ってます。あとこちらもよく登場するスガキヤの味噌煮込みうどんの、袋麺ですね。
277円だったのでお安かったと思います。300円以内だったら買いますね。マヨネーズなんですけど、先日、昨日かな、一昨日かな、キューピーの家庭用業務用マヨネーズが、7月の1日の出荷分から、値上げする、2% から 10% の値上げということを発表しておりましたね。食用油、油とかの価格の高騰と、あと物流費などの経費が上がったっていうのが理由っていうことなんですけど、158円で 350g 入ったものを買いました。マヨネーズもうちは子供とか旦那さんとかがよく使うので、ローリングストックで古いものから使っていってまた買い足したって感じですね。賞味期限が22年の3月となっております。マヨネーズとかももしかしたらその値上がり前に駆け込みで買う人もいるかもしれないので、よく使う人はちょっと多めに無駄にしない範囲で買っておくといいのではないかなというふうに思います。塩昆布ですね。こちら87円でした。賞味期限は2022年1月となっております。よく炊き込みご飯とかに我が家は使いますね。チューブのニンニクよく料理に使います。277円で、SB さんのものです。賞味期限が2022年の3月となっております。はい、ホットケーキミックスですね。これが CGC のブランドですね。 200g が3袋入って600g の内容量です。賞味期限が2022年の2月となっております。ホットケーキだけじゃなくて、こうやってクッキーとかパウンドケーキの作り方が書いてありますね。我が家は最近豆腐ドーナツを作ることがあるので、その時にもこのホットケーキミックスを使うと簡単にできます。はい、こちらキューピーのいつも商品で紹介する、青のラベルのガーリック&赤唐辛子のバスタオイルです。こちらをちょっと入れると何でも美味しくなるので、我が家では結構使う頻度が高いです。楽させていただいております。こちらが247円でした。うん、うん、みかん紹介する？みかん2つです。3つです。みかんが3個、桃が1個、はい、っていう感じです。みかんの缶詰が今日はお安かったです。1個87円だったので、みかんの缶詰を3つ買いました。で、その横にあった王と桃なんですけど、こちらは97円でした。どういう理由なんでしょうね。みかんの賞味期限が2023年1月となっております。イエーイ。応答の方が2023年9月となっているので、そういった理由でしょうか、ちょっとわかりません。はい、じゃあ次を紹介します。どうぞ。はい、こちらはローストアーモンド食塩不使用のものです。特用サイズと書いてあって、これもカネセイの自社ブランドですね。賞味期限が2021年12月となっております。 180g 入っております。こちら、アメリカ産となっていて、アメリカ産しか他に売ってなかったのでこちらを買いました。これはエビ大判焼きです。卵を挟んで食べたいと思うけど、今は無理。今は動画を撮っているので、また後で行きたいと思います。ありがとう。はい、10枚入ってます。10枚入ってるの。97円です。こちらもカネセイの自社ブランドのものです。
ゴールデンウィーク中の子供のおやつに、卵を焼いて挟んで、ソースでもかけて食べようかなと思っております。はい、今日カネセイで品薄だったのが、なんでなのかっていう理由はちょっとわからないですが、品薄に感じましたので、今日はお店の店内のレポートも一緒にしました。行った時間は昼過ぎぐらいですね。天気は雨でした。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。